ルールとかマナーとかなんかあるじゃないですかモラルとかありますよはいあれを全部無視したことあります全部もう何もかもいや俺はもう自由だみたいな俺はもう自由に生きると<っ>全部無視してやるぞみたいななかなかそんなことできないですね、まあ、無理ですよねはい、はい、と限定しないとじゃないですけど、うん、この間見てしまってもうこんなもう全部無視したらしてる もう気分どんななんだろうなと思って、はい、あの運転してたんですけど車でのですよ、はい、で僕内側走ってたんですけど、うん、外側が妙にこう渋滞まではいかないんですけど車がいっぱいあって俺の内側だけもう全然車走ってないんですよ、うん、ラッキーと思って行ったんですけど、うん、なんか点みたいのが見えて何百メートルか先に。近づいて行ってっ 確認したら自転車だったんですけど、はい、自転車を堂々とど真ん中であの走らせてる人がいて右の車,車線で,ーでロードバイクじゃないんですよあ,<ー>あの普通のママチャリみたいなので,、はい、でおばちゃんみたいな<ー>ちょっと腰曲がってるのか分かんないですけどちょっと背中が丸まってて。はいはい ちょっとふらつく感じでゆっくり走ってもうど真ん中を堂々となんだみんなそれ知ってたんかと思ってだから外側がいっぱい多分でた俺いや損したでも車線変更もなかなかできないタイミングなんですよ終わったなと思ってゆっくり走ってるんですけどちょうどあの信号が赤になったんででその自転車も止まりかけてたんでまあ僕ももちろん止まったんですよ止まりかけけてたんですけど 全然止まらないすよしっかりもう赤なんですよこっちの車線でもう隣と右と左もバンバン行くじゃないですかやばいんじゃないかと思ってどんどん前に行くからいいいやややど真ん中で十字路十字路です危ないもう手かかった時にあのクラクション危ないよ危ないよってと思った時に急に曲がったんですけど曲がる場や曲がる場やそこがだから横断歩道なんですよはいはい あ急に私今から歩行者になりますよみたいな雰囲気でまた歩道から歩かしますよ的なよ急にこの横断歩道を渡り始めて、うん、まっっすぐ行かんでよかっためっちゃ怖いこの人と思って、まあうん、ノンストップだなと思って、うん、でそしたらこの、まあ、渡り切って、はい、であのもう一つこまた赤信号の横断歩道あるじゃないですか十字路の車が走ってるところねで一応止まったんですよ。うん よかったと思って今の流れで言ったらまたそのまま行くんじゃないかなと思ってちょっと分かったんですけどでなんかパーカー着てたんで <はい S 2> でなんかこのフードをこうガッてこのおばちゃんがかぶったんですよはい,はいなんかそれが合図になったか分かんないですけど <はい S 2> よしみたいな感じでこう赤ですよ横断歩道ま自転車ゆっくり渡り始めたんですよとろ <laughs> <laughs> まってるってますよ横切ってるってこと 通ってるところに急に急また、ええええ、行きうわやば,やばいやばいやばいと思って<う>絶対ぶつかると思ったんですけどもちろんやっぱりあのじゃあの車の方が止まってくれてもう右の車も左の車もですよ目の前も,もゆっくりやって渡るのわざわざ待ってくれてでそれでまた渡りきりだったんですよ。この街って全部無視しててるなとと思っル<う>ルールとかも こういう人は多分この周りの運転うまい人たちのおかげで何も事故起こらないでそのまま来たんだろうなと思ってで僕のところがまた青になったんですよ、はい、でそのまままた僕進んだんですけどこの進行方向に1 0 0ル行くかいかんかのところにコンビニがあって、はい、でそのそこコンビニ通ろうとした時に横切る横るっていうかまあ普通にだったんですけど通る時にさっきの自転車見つけてコンビニの駐車場であ,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 あ さっきの人だコンビニ行きたかったんだと思って「よし、うん、が自由だってやつさ」と思ったらあの駐車場結構広いんですけど、はい、駐車場ってこのちゃんと区切りされてるじゃないですか線引かれてること、ね、線引かれてて普通にここに侵入してきてどう止めるかなみたいなフリーのスペースというか、はい、あそこのど真ん中あたりでこのおばちゃんが自転車止めたと思ったら。 そのまま倒して自転車を<は>そのまま倒してて、うん、お店なんか入っていけたんですよ <laughs> 立てもしないでい立てもしない多分なんかスタンドがなかったのか分かんないんですけど<ー>そのままやってるんですけど一番もう邪魔なところ分かりますこのバックしようとしてぶつかる入ろうとしたらぬがら邪魔やっさみたいな <laughs> めっちゃ変など真ん中のところにわざわざこの自転車倒しておいて。 うまま入っってきたんですよいい俺はまあまあ運転してたんでもうそのうわまた自由なことやったらさと思って一応もう行ったんですけどああこれき気持ちいいというかい気持ちいいかこれ <laughs> こんなに自由にやるんだなと思って、うん、周りの人はどう見てたんかなみたいな、うん、ただのフラヤシ <laughs> コンビニだ なんて多分もう絶対注意される可能性あるじゃないですか,かえもうデイシだもん <laughs> めっちゃすごいってるなと思って最近なんか多いんですよねこういうの俺よく見るんですけどどうかって言ってる人そううこれはちょっと遠いんですけど、うん、去年あの大阪行った時にちょっと似たようなの見てしまってあの僕まあ結構大きな道沿いでで歩道を歩いてたんですけどであの花壇みたいのがあったんですよ、うん 街路樹というか、まあ、いっぱい入ってると、俺の後ろから自転車がバーってきて、うん、わーっと思って、本当にギリギリだったんですけど、そしたら並め前にあるカダンに、この走ってきた流れを止めもせず、うん、このまま突っ込みをたんですよ。よ、うん、あ,あ、カダンに。本人は、り寄ったんですよ <laughs> ギリギリで、ギリギリで、りて自転車バサってこう、挟み寄ったんですよ、カダンか何か。ああで、手を。 こっちコンビニあったんですけどここに入ってきたんですけど駐車の仕方やまこれこれのもうこれが大阪スタイルかと思ってどんなやかやかなに自転車さしてしてもうスタンドルーも何気なだ多分なかもしれないですけどどんなやがやある時をちょっと思い出してしまってこの自転車の止め方というかやり方と大阪スタイルとということであもうネジ腹立つやつさもうすごいの見たなと思って。 あれ,あれなんだっけ自転車って車道なんだっけ正解は一応そうじゃないですかね<な>なんかルールはそういう、うん、交通ルール守るっていうパターンだと思うんであれもなんかもうデーな,なんていうのかないや臭見れやーっていう時あるよね一応 <laughs> ありますね <laughs> いやあのせいで死に習んでるしいやーっていう <laughs> こんななってるよっていうのありますね<ー>確かにねに <laughs> 一応この なんかね一生懸命こいでるのは見ると「まあまあわかるわかるよ」って流れをねちょっと邪魔しないようにっていう一生懸命なんだろうと「アファーなんだろう」と今でプレッシャーかけないようにはするんですけど<ー>今回のはもうど真ん中をこうフラフラゆっくり走してたんで一応信号赤やさよーしどうしようかなっょってっ 横断歩あるなつって食べんまかって <laughs> 急に私は歩行者になりますよみたいな雰囲気だったんでいや知ってマジで危なかったっすよあのあれもあるんですよあのね原付をこの片側2車線ね、はい、外側と内側あれ原付って絶対外側なんですよそうですね大体みんな決まってるんですよあれもう,もう決まってるんですけど普通に3 0キロぐらいで原付3 0キロだからね 真んん中の車線走ってるっててるうんですよあーはーはーなるほどなるほどねあるんですよね一応ねこれまた右折するのかなと思ったらそうでもないじゃないわけよそうそう <laughs> 右折車線にあるって言ってこっち入ってんのかなと思ったらずーっとこっちいるわけよ <laughs> ちゃちゃちゃここは一応追い越し車線でもあるし <laughs> あそもそも原付って左で決まってるから <laughs> あのよいっつって。 あのおばちゃんがよ、このよ足をよ、この地面すれすれにやってから、あ運転しようってある、ありますよね、あれ、あれ、俺も分からないんすよ、あれ、靴減るぜ、靴、どんどんなくなっていくぜ、多分あれ、そうなんですよ、あれ、なんでですかね、いやあれが安定すると思ってるんでしょ、多分いや そんなわけないけ、ね、じゃないよ今よそうそうあちゃんと中に収めたほうが、ね、ああい,いやい、ね、やあれあれ危ないやんどうや確かに危ないっすね今すね側あれそばから車が抜かそうし足にバーっ当たったら大事だしや確かにそういうのもありますねああいやなるほどねいろいろあるんだな、ね、じゃそうなると、はい、のおばちゃん足広げて乗ってるおばちゃんパッて見たらもうミラー全然違うとこ向てる <laughs> どこ <laughs> どこ気づかってるんですのミラー？もう全然違うところ見てる。<laughs> 面白いです、ね。だいたいあんなおばちゃんとかが乗ってるこの原付のミラーっていうあのよ、塩折れた花みたいになってるの。下,下に下見,下見てるのかなみたいな。<laughs> 確かにあるな。あ<ー>ミラーもミラー問題も確かにありますね。いやこのね自転車もそうですよ。だから左側から走っててもななんていうのかな、はい、一応流れ車に邪魔にならないようにって言っては分かるんですけど、ちょっとでもこのね。 真ん中よりに走ると、はい、もうこの抜かすときにこう避けないといけないじゃないですか。そうなんですよ。避けるときにまたこのなんだ中央車線とかのこの線にあのドクドゥクドゥクドゥクがあるとかあるさ。<laughs> 整理されてないというかんだろうなあれ眠気防止かあれドゥクドクドクってかあるさこれ抜かすって言って俺がドゥクドゥクドクってなって頭をど。なんで俺がドゥクドゥクドクってなんと現場って思うありますねあねドゥクドゥクありますねやあ優先なんだけど弱者だから要は歩行者とか自転車の方が強いからこっちが気ぃ使うんだろうなと思うけどんでドゥクドゥクドクのとこややと思 <laughs> 確かにありますねそういうのも、うん、まあしょうがないですけどーーやるんですよ堂々とがあるんですよなんか最近多いんですよ<ー>年配の方危ないですよ本当にあ,あとあれあれもこれ確かこれも多分あの交通法で禁止されてるんだけど、はい、対向から来る自転車ああなるほど新高校あれ あれダメと思います,のいあ,いすあの要はそうそうう、俺なんか走ってる方向と同じ方向に走ってるといいけどたまにもうなんかあの俺大学生でおしゃれ自転車乗ってますよみたいなのがひゃーってこの対向車がこの時あるわけよ危ないっすね確かにあれもいや我がプロレスラーだったらいやラリアットソンドやってるそのまま出してジャッキーチェンではありそうですけどね時あるよね確かにあれは危ないっすね確かにああいうのも なんかかもはみ出るるぐららい来時ありますね逆走逆走ですよね単純に逆走逆走ダメだよね確かね危ないとあれダメだと思いますんでね自転車はいやに。そっか一番基本は車道なのか自転車そっかだと思いますまあほん2車線で片側で真ん中は内側の真ん中は当たってないですだから端っこですよね絶対端っこですよ遅いのはやっぱ端っこですそうですよね左端ですよ遅いのうん うん自分だったんですかねまたまた俺もあれ巨人になりたい巨人出ましたさっきのこのこのコンビニの自転車もよこの辺の目に留めてるのはすごいよあのグーだよプレスして帰ろうかなと思ったら自転車たっぷりいらなってるあれと思ってワックシスボスね なんかいいろろあるんですよねなあ他のことだったらあれだけど、うん、交通はよ、うん、命わるからねそうなんですよあ,<ー>でああいうの見ても思ったんですけど要はこの人運転危ないなっていう人はたまに全然事故らない人っているんですよ<ー>言ったら下手くそだと思うんですけどそれって多分周りが気ぃ使って,やってるそう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 周りがひやっとしてる可能性あるからねであの本人はその 上手い下手はちょっと気付かないでそのまま来たんかなっていうのがあるんで<ー>やっぱりちょっと危ないですね車ちゃんと運転というかやらないとというか定時直ですからね命とからこの左側でこのね、まあ、30キロで走ってる原付きをもう足広げたままですよあっつって抜かしてやったらまた次の信号でまたまたかって <laughs> あ分かる分かる分かる <laughs> お願いお願い,がいってたまたやっかやって またかやこれちゃんと停止線ギリギリで止めてるけど前に行こうとするんですよね<ー>ちょっとうわやられたなとか思ってまたか1からかとか思ってまたやーかやか <laughs> ある,あるこのパターンあります、ね、この間またもう何分もずっとこの右側の追い越し車線、ね、ずっと走ってて十字路来たから「マがイんバリアさや」と思ったらまた直進するからや「曲がらんバリアさにや」っつって。 車で行ってしまいますよね曲がらんばいや <laughs> 一旦落ち着くんだよないつを声出すと<ー> <laughs> 危ないというか <laughs> あるんだよないやあほんとねあの追い越し車線とね <laughs> そうですねあれがありますから大、ね、体遅いのはもう端左端で決まってるからねそうですあ,<ー>あと足ねこれ広げるのちょっと怖いんでヤンキータ足組んでるのもいるよな いましたねえ最近はみんな確か昔いたいたはやってるのかっていうぐらい言いましたよねあれいやななんかいやソファーに座ってる場合 <laughs> 座り方よ確かに、うん、<laughs> ソソファー運転でしたねあれはだからボランデーとかなんかウイスキー飲みそうな座り方よ <laughs> 雰囲気がそうですよねか確かにあったら面白いなあれはいじゃあやりましょうかはい h e a p k e y a h a h a h つまみをくださいこのコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことヒープーとケイジャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということで、はい、それでは早速回していきましょうよもらいものはい、えー、ヒープーさんケイジャージさんこんばんはラジオネームケインでかすぎと申しますはいあざすえー、普段は聞くだけですが初めてメールしましたあ、あ、これはダールバー <laughs> なんか<あ><あ>これは <laughs> インチキアれドな書き方が、ね、ちょっとイレギュラーな書き方でしたね,ね、えー「自分は横浜在住で大ファンである阪神のキャンプを見に沖縄に来ているのですが名護に滞在中宿泊先近くのスーパーで買い物をし袋詰めをしていると後ろから「ニサン」と呼ばれ、はい、振り向くと見知らぬおば、はい、沖縄のスーパーで他人に話しかけられることはこの番組のリスナーとしては待ってましたな展開 <laughs> なるほどそして話を聞いた結果バス停まで荷物を持ってくれんねと快諾 <laughs> して近くのバス停まで荷卓しながら荷物を持って行ってあげたところ大きめのみかんをくださり心が温まる時間でした来年はうるま市のスーパーにモンスターを探しに行こうと思いますお二人が最近お手伝いしてもらったものは何ですかお手伝い ありがとうございいいます経験ですねでも最近あんまりこんなのもなくなってきたからねまあまあそうですねあそこまでちょっとまあ行ったら田舎じゃないですけどあるかもしれないですねそうですねこの間地元のスーパー行ったら僕の前がめっちゃゴにいっぱい入ってるんですよ物がぐらいあったのかな結構の買い物ですねあって人がいないわけ なるほどこれだけ計算をしてるわけ店員さんピッピッてかまた取りに行ってんだぞ忘れたからっ思ったらはってみたら斜め前に椅子に結構ぽっちゃりのデージオバーが座ってるわけはい椅子がドーンってはは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 ーはは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 ッはは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 ジはは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 イはは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  これピッピッずっと見てるんですよなるほどもう間違いなくこのおばあのあれやもなるほどこれピッピピって言って「はい、8000いくらです」とかって言って次俺のものパッてすぐ計算してくれよって俺は弁当1個だったからパッと計算してくれってる間にこっちからおばあが「ねえ、はい、さん立た,たして」<laughs> <laughs> まさかや あまあ、ちょっとどっかがねかどっか不自由なのかなって思うあ杖も持ってたからはいや、はい、なるほどいや<れ>にしたってよ、うん、この8,000円分の荷物を <laughs> あそうかどうやって持っていくばと思ってかっか杖ついて立つのもこんなのに、うんうん、確かにそうですねええと思って「どうすんだろう?」袋入りますかとか言って「うん」って言うから「いや袋詰めも多分大変どうや?」と思って。 相当カごね2つ分ぐらいだった、うん、確かにそうだなどうしたのかなあれ確かに不思議だ、うん、周り誰かフォローしてていうか家族っぽいのもいやいなかったいなかったなんだろうあでもこのパターンはやっぱ立てるかヒープーさん理論でいけばオーナーかどっちかじゃないですか, <laughs> <laughs> だかどこまでサービスしてくれるかオー,ナーオーナーかあれだなら <laughs> プロダクションだなら。<laughs> 握シカープロダクションだろなグシシロダクションの一員なら「おじさん石橋が立たしてくれないのか」っ,って立ってから「あいやごめんねねさんティコミもつもちょっと持ちカンティしてるかちょっとあっちまでお願いね」って言ってパッて出たら触らない歩いてるてて <laughs> ありがとうじゃあね袋デージ振りながら激団だなデジなのプロダクションかもしれない。 でもすごいっすね。椅子に座って待ってるってすごいっすね。初めて見た。初めて聞きました。俺も、うん、続きまして <laughs> すごい人だな。佐々倉王子です。はい。ああごめん。えっとね<あ>日本語の進化。はい。佐々倉王子さんから。はい、最近言い回しが丁寧すぎて聞きづらい会話が多い気がします。うん、放送時間10分から15分ぐらいのとあるラジオで。 何々させていただいてっていう言い回しを56回ぐらい言ってて内容があんまり入ってこなかった、うん、あと例えば「その件なんですけど」って昔は言ってたのに今は「その件なのですが」みたいな感じなのも気になる口語<う>で「まるなのですが」は違和感がお二人はこの日本語の進化なのですがどう思いますか気になってメールさせていただきましたはい、まあ、まよく言われるのはレジで「1,000円から」とか言う「<あ>このからは悩やんば」っていう。 なるほどはいはいはい確かにそう1,000円からでよろしかったですか慣なれちゃっててからあれですけどね1,000円からって1,000円からスタートするここからいいます。オークション形式やんば5,000円とかなるってこと1,000円からでよろしかったですかはい1,000円はい1,000円みたいなはい1200円みたいなんでよっていう確かに言うなどっからあれ始まったんですかね確かにこれもねあのねなんていうのかな政治家 とかによく多いんですけど、はい、何々させていただいてます。あはい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 。ありますね。あの料理番組とか食レポの番組とかでも。はい、なんか食材を県産の野菜を使わさせていただいてますみたいな,ことないです。こは,は,はいはいはい。あれやりすぎくないですか。俺もそうなんですよね。だこっちはそう育ってないから。<laughs> あのあ君のところはね<い>。<laughs> <laughs> のスラム買いはね <laughs> だから出てこないじゃないですか真似としてしか出てこないから真似になると頭に入ってることしか出てこないんでここであの言葉入れていいんかなみたいになってしまうんでもうナチュラルじゃないんですよねもうああなんかね、はい、へりくだりすぎて何かなれそうありますね確かにや,りやりすぎやらにって思うんですよ確かにそうですね確かにそれありますねえっとな。 お昼のラジオのパーソナリティさせてていいただいてますい、まあ、させていただいてますけれども一応ほら、はい、お自分で選んだ世界やし、はい、やりたくて入った世界ではあるからターガラに言われてなんか<あ>させていただいてますっていうように聞こえる時もあるわけようどうなんですかね国語の先生の皆さん大学の先生の皆さんこれ当たってるかうどうちょっとやってほしいですねもうこれ当たってますよ間違ってますよっていうかはっきりと。 ちょっとだすりりすぎなな気がするんだよ一回冒頭で例えば何かの挨拶でそれ使ってしまったらもう、まあ、ずっとそれ言わないといけなくなるんでああ、ね、めっちゃ面倒くさいで,でも政治家とかが、えっと、何で、ね、も本当に皆さんの地域のためにこういうお仕事させていただいてますとか言ったらもう全部させていただいてご飯食べさせていただいてます <laughs> ガソリンに入れさせていただいてます <laughs> いや チブルチブル書かせていただいてますありがとうございますおならおならさせていただいてますありがとうございます <laughs> きさなうんこさせていただいてますってなるやしも全部そうなんですよだだ誰に向かってさせていただいてるかて、ね、誰にさせていただいてるか神様神様に何々させていただいてますっていちいち言わないといけないだったら、うん、前世相当悪いこと言うんだ <laughs> すいません俺みたいなもんがもうちょっとな<う>トイレ行かさせていただいてますみたいな言葉から全部もう変えます自分はみたいなね、うん、確かにそうなんですよ昔というかもっとシンプルというか確かに戻りたいですね、うん、そういう会話になってしまうとこれは「その件なんですけど」っていうのが今「その件なのですが」「その件なのですが俺」俺はそこあんまり感じなかったですねでもねこれ口語ではあんまり使わないと思うよ あのあの件なんですけどっていうさあの件なのですがって言わんさ言わないですね大だからあんまり使わんわけよそう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 なんですけどですね僕も確かにでしょなんですけどだうんあとよく言われるあの羅抜き言葉ね何ですかそれ食べ食べられる食べられる食べれる食べれるはははおいしく食べれますよ こっちのバイキングおいしく食べれますよ食べれますよあれラーナー入ってないとダメなんですよ本当はえそうですよ食べられるあっそうそう入れないと入れない本当は入れるのがあれなんですよ分からんな分からないっすねそうそうだからバイキング行って食べおいしく食べられますようちのバイキングはが本当は正解だと思うんですよでもうちはおいしいの食べれますよって言うじゃないですかやっぱり ははいい言いますよだからテレビとか見てても喋ってるのはラー抜いてるけどテロップはラー入ってたりするああなるほどねそう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 なるほどねそういう流れなんですねでも食べられるって言ったらさ俺なんかもうみんなあのなんだ鹿がライオンに食べられるってしか浮かばないじゃないですかなるほどなるほど食べられるって言ったらライオンしか浮かばないんですよ食べられるってことですねそうライオンに食べられる <laughs> うちのお店で美味しく食べられますよっていうのがだからもう何かで食べられてる感じ自分俺が食べられるのかなって思うわけは分かる自分 <laughs> があっちのお店と俺が食べられる,う,かかる <laughs> うちで美味しく食べられますよ言うからなるほどね俺が食べられるのかなって思うなんかいや難しい日本語難しいですよ難しいっすね続きまして偶然はい えー、こんばんばはお前ウェビです。はい先週はリクエスト買ってくれてありがとうございます、はい、対戦相手の橋し一家さんは偶然にも同じ国に住んでいるご近所さんなんですよあ<お>そうなんだへえ<ー>偶然で思い出しましたが正月にクワガナーさんのお家で写真を見ていた主人が「えるまるやし」と突然叫び誰かなと見てみると、えー、15番目の男さんでしたラジ,ラジオネームねなるほど、ははい、はい。中学からの遊び仲間で私も一緒に飲んだこともありますえ どこの地区なんだ。これえっとね。主人も彼もびっくり。ちなみに南部からスクリューさんは主人の学校の一つでの先輩だそうです。かっこ仲居増し、中居まだなお二人のびっくり。偶然エピソードを教えてください。いや、塊がすごいですね。リスナーさんのはい。これ何回か話していることなんですけど。はい、うちの妻は？はい、僕の大学時代の元カノの披露宴の二次会に出席してますよ。 <え>はい偶然というか、はい、つながりはあったってことないないない全くないです<え>全くないのに、はい、二次会に出席してるんですよいやなんだこれすごい偶然です元カノの,その結婚した旦那さんと,、はい、えっとうちの妻の一寿が同級生なんですよ、はい、ああああああだったら僕もよく知ってるんですけどこのうちの妻の一寿が、はい、この旦那さんに俺の元カノを紹介してるんですよ えー、いい子がいるよっつってでこの旦那さんもめっちゃ元カノのこと気に入ってて「お前あれと付き合うことができた付き合うことができたお前に何かおごるよ」って言って「じゃあ頑張ってタッコ合そう」って言ってタッコ合してるんですよえー、すごいですねびっくりですねこれ確かにどっかで誰かと運命の人と会ってるんですねじゃなんか人ってもしかしてそうなんですよで僕の妻の めっちゃ飲み友達がいるんですよその飲み友達が家に来ていろいろわーって話したら旧姓の話になったんですよこの人結婚してるから、はい、で旧姓聞いたら珍しい名前だなと思ったらまたこの大学時代の元カノと同じ名前だったんですよ「はっ、い?は」つってどんな感じ書くははそう,そうそう。どんな感じ書くのっ漢字の書き方聞いたら全く一緒なんですよ珍しい、えー、珍しい漢字だったから「はっ?」つって聞いたら完全にいとこなんですよ「うーわ、えーってなって。 すごいっすね、はい、めっちゃ近いっすねなんか周りがめちゃくちゃこの,この大学の時の元カノのエピソードが周りにいっぱいあっていやすごいよっぽど縁がなかったんだなってが <laughs> 証明されたっていう <laughs> いなるほどなるほどはいはい <laughs> そうそうそうなんですよ逆にじゃないですけどあびっくりしたあれいやこんなのないっすね俺なんか「えあの時の?」みたいなのもう全くないっすね ゃ続きまして白髪染め、はい、こん,ばんはまつんです、はい、さ60代後半の義理の父は初めて挨拶しに行った時から全部白髪で別にそれを気にすることもなく自分も別に年相応で気になりませんでした、うん、が来月僕らの結婚式に向けてなぜか白髪染めをやり真っ黒に。<laughs> 受けるよお父さん白髪染してあるってと嫁さんから聞いてはいましたが初めて見る黒髪の岐阜、えー、に違和感しかなくかといってどうツッコむわけでもなく気づかないふりをしました <laughs> 一応父ちゃんのキャラ的に「えー、若く見えるか?」と言ってきそうなので言われるまでは触れないでおこうと思っていますがツッコミセンスの素晴らしいお二人ならどう反応しますか <laughs> いやこれツッコむ身じゃないだろこれねツッコ 僕は父ちょっといいところ出るからねそうそうおしゃれごわしてちょっとはでもや確かに僕逆に最近白髪染むの今ストップしてるんですよあそうなんですかだからちょっとずつも今白髪になってきてるんですけどまあまあちょっとやってみてまあ似合うんだったらやるし似合うねってまた染めようかなとは思っりますけどツッコミ急に白髪を染めた人に対するツッコミ そうですね、突っ込み、え、なんだろう、これんい。いい言い方で、コミュニケーション取りたいってことですか、ね。そう、それだから、な、な、なん、なんですかみたいな感じってことですかね。んあんまりこう、下げないような。はいはい込みですよね。あ、あ<ー>なイカスミパスタかやっ。<laughs> ツッコミなると、そうなりますね。<laughs> お父さん、からじイカスミパスタなって、なってますけど。<laughs> 完全に思いっきりかじってますねなんか噛みつきが半端ないですねこれ次の日すぐ白くなりますよ戻ってますいやこれ突っ込むとこじゃないんだよないや似合ってますねとか若くなりましてねでいいんじゃないですかそうですね若くなりましたねがいいかもしれないですねはいありがとうございますはい時間ですね さあ、え、このコーナーで、皆さんからトークテーマをメールで募集してますよ。何を話すかを寄せられたつまみの中から、ルーレットで決定します。参加希望の方は、懸命につまみ、本文につまみの内容と、ご自身のエピソードを書いて、番組まで送ってきてください。以上、つまみをくださいのコーナーでした。フリーのメッセージが来ております。はい、えー、はいしゃい。ヒープーシャン、ケージャージシャン、スタッフの皆さん。毎週楽しい放送、ありがとうございます。なんでかや。おうおう <laughs> え、くすまや。 は、えー、8日から14日までうちな旅行でしゅなにわのくすまやさんとそうですね孫じゃないかたぶんあもう間違いないです今年還暦で定年のなにわのくすまやおじもはしゃいでいましゅ還暦のなにわのくすまやおじにエールとお仕事をゆたちくですーーしゅヒープーシャンケージャージシャンも還暦目指してちばってくださいね長いのくすまやこと青4歳でちた なるほど、四チャイの文章ということで。いや、四チャイが。しかも、パソコンで、うちは、です。漢字も完璧ですね。いや、あのね、英語ドリンクいただきましたよ。あ、ありがとうございます。そして、本当に、沖縄楽しんでください。本当にね。はい。え、また来てます。じゃ、あこちらね、えっとね、ヒップさん、ケージャージそれから、皆さん、お疲れ様です。シャバドンです。 はい、早速ですが先週のつまみのコーナーで運転しながらまるまるっていう話をしていたけど、うん、俺も何度か見ているわけさ例えばおじいがハンドルにコミック載せながら呼んでいたりネーネーがクロスワードやってたりえ<っ> <laughs> これ見家でやるや<っ>んなややっぱクロスワードバズるその中で一番やってはいけないって思う光景が運転手の膝の上に載せるという行為例えば 運転席からひげもじゃもじゃのおじいが顔出しながら運転してるかなと思ったら運転手の膝の上に犬を乗せて運転していたりもっと最悪なのは赤ちゃんを膝の上に乗せながら運転してる若いお顔を何回か見てるよ沖縄自動車道でも見たことあるんだけどもマジでやめてほしいさ自動車道でもやったらこれは絶対ダメだってわらばエアバッグになるからね そうですね。そうですよ。すよね、はい、はい、事故った時はもう笑場を干渉罪にしてしまいますからね,でねも絶対やらないわけですね。そもそも多分ダメですね違反かなんかチャイルドシート何歳までかはやらないといけないんじゃないですかね、うん、赤ちゃん系も、ね、小刻ザがしょっちゅうネタだよこの高速のパーキングに止まってるトラックを見てからよ。手が出てると思ったらひさるやさや <laughs> ネタがあるんですよ。はい,はいはい。

え骨太はぽっちゃりですということではいはいありがとうございます。はい、毎回楽しみにしているケージャーのスーパーの話ですが、うん、こんなにも面白い方との遭遇ですが、1週間に何回いったら会うんですかね。私は今までにえと思ったことは。 小さい子供が「お母さんこれ食べていい」って手には天ぷらが多分惣菜コーナーで必要な分だけ取って量り売りだったと思うんですけどこのあとどうなったかは見てないですがまさか置いてきなさいと言わなかったことを願うさということでああもうですからもう買い取りですよねそうですね夜行ってくださいスーパー夜 <laughs> いますよそうか出没する率は夜が高いのかここ昼はみんな,そもうなんか テキキしてもう9時あとです8時あとでもまあいると思いますけど大体 2>, <laughs> いい2人に1人はもうほぼきっと少ないけど確率高さよや確率は何かしら絶対やってるんでねえ2人に1人いるんや <laughs> <laughs> 夜行ってください <laughs> はいということで、はい、じゃあえっと曲ですね「じゃんけん勝った方の曲かけます」ということで、うん、僕はあのボワイトレモンさんあはいはいはい でまして、こう全くすみません、わからないんですけど、歌ってる方は。あのイケメンの俳優さんで。刑事が似合う。んですけど、なんてかワイルド系。昔あの有名なね。あの刑事のドラマで、二人の。どれぐらいの年代ですか。六十も超えてると思いますよ。あ。はいはいはい。の片割れなんですけど。あ、片割れ。本人じゃなくてれというか、二人いるんですけど。はい,はい。 主人公の方でしょメガネかけてるでしょいや違う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 違の違う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 違の違う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 そう違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  たっぽの人はよく聴くんですけど有名な曲もあっ背高くないほうそうですねああじゃあ限られるな分からないんですよ歌がはい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 の方の歌ですね分かりました僕はですねピアナイスさんピアナイスさんからのリクエストピアナイスさんが大好きな大好きなアーティストですもういつもこの人のリクエストくるピアナイスさんすごい忘れるんだよなえ県出身あ県出身はい もう引退して何年経ちますか引退してるんですね大変ですよ大騒ぎしたよあ、なるほどはいはいはいわかりましたじゃあじゃんけん勝った方の書き出すんでいきますよ最初はグーじゃんけんチョキあいこですということでディレクターが選んだ曲ですどうぞはいということでおしゃれなねわかりますこれ全然わかんない初めて聞きました スースでカカオですねスースでカカオですよチョコレートチョコレート言ってましたねまたまたニリテ歌ってるないや違うんですよこういう歌い方若い人ニリテ歌うんだよなあんまり張らない朝起きたけ眠たいなみたいな歌い方するんだよな今月給料行くみたいな歌い方するんだよな いやテクニックなんでこういう歌い方そうなんですよ。あんまりこう張らないわけね。張らないやつの歌なんでね。耳心地がいにそこらね。はい。僕はでもわかりましたよ。誰のリクエストでしたっけ？えっとあなたの。あわかあそっかそっか。えっとボワボワイトレモンさんえっと柴田恭彌さんのえっとね曲がねなんとかブレイク。あではないですね。違うか。なんだろう。英語表記なんですけど。 アゲインっていう曲あ知らんなあ聴いてみたかったっすねあ横浜デイブレイクのカップリングちくしょう。いや分からないですなるほどそういうことなんですね、はい、ボワイトレモンさんすいません本当にかけられなかったですけど、はい、あこの曲は30年前に付き合っていた彼女と別れる時に聴いていた曲で、はい、これを車で流して泣きながら聴いたの思い当の曲です なるほど、残念でした。本当に申し訳ないですけどね。僕ピアナイスさんわかります。アムロの。はい、はい、ね、はい、はい。ベイビー、ドントクライドなんです。あー、は、は、は。え、2月11日は私、私ピアナイスの51歳の誕生日になってるってば。<ー><場>なるほど、えー。大好きなアムロちゃんの歌をプレゼントしてください。いいお二人からのバースデーソングお願いします。はい。はい。いや、スースさんのカカオですよ。だから。バースデーソング。これじゃないよ。リクエストしちゃうの。<laughs> <laughs> これが聞きたいって一言も書いてない。<laughs> いや甘い感じでねおめでとうございますって聞いていただければ。アフェナイスさんおめでとうございます。おめでとうございます <laughs> <laughs> はい。<laughs> ということでまた来週もやります。ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください。待ってます。はいムフフの時間でございます。はい、今日も来てますよ。えー、まずはこちらですね。あ名古屋の 稲葉の黒うさぎさん。ああはいはいなんかな一応言っときますか。ダルバー初かなもしかして,て。この番組初かもしれないですね。なるほど。初、はい、ですかね。はい。えー、それでは行きますムフフですね。うん、軽フライドチキンのカウンターで支払いの時、隣がドライブスルーの窓口で、うん、車がちょい窓口から離れて停車すると担当のお姉さんが 伸び上がってチキンを渡す姿にムフフあはいはいはいなるほど商品をなるほど渡すときにちょっとハハな感に、はい、まあお胸も当たったりとかするんですよねはい、はい、ちょっと胸チラも見えたりねなるほど<ー>そういうムフフかでもあんな場所のファーストフードのユニフォームって別に胸が空いてるわけじゃないよ、ね、あまあまあ確かにそうですねキ、ね、チリしてますもんねボタンとかうんうん確かにでもムフフかもしれないですね。 その本当に今言ったようにこうなんうカウンターに思いっきり伸びしてこう胸が当たるとちょっと大きさも分かる感じがすあ、はあはあ、そういうところもあるんですかね。続きましてビール上宮さんからいただきました「ムフフ」うん「子供と一緒に遊ぶ母親の無防備な姿にムフフ」あ。 確かにあるなあ、ゆるい服着てたりしてたら、もう大変です、ね。はい。あのー、もう子供と遊んでる時、子供に集中してるから。はい。 あのー、ちっちゃいおらばあがこのなんていうのかお母さん抱っこしてやつとからね T シャツ引っ張るのしねありがたいよああなるほどちょっとねが見える、ま、引っ張らないでとか言ってちょっとなんかブラジャーの紐とか見えるとからさ <laughs> 確かにありますねありがとうってもも,うもっと引っ張るの首の方とか特にありますね抱っこしてるときとかも、ね、確かにあるな今今でも今時は そんなのがっつり遊んでるのあんま見たことないんであれですけど服装もやっぱり緩いんですかね今時はお母さんあんまりダラダラつけたらもう,もう大変よあ <laughs> まあそっか分かってはいるのかな甘くは見えてからね本当ににんで子供が引っ張ったら大丈夫なの俺が引っ張ったらダメなのかないやダメ <laughs> 今死に考えたら何だろうと思って今 <laughs> <laughs> なるほどあイハイしたり寝そべったりっていう時もあるみたいですねああはあはあはあ一緒にかな いや確かにそれはムフフする感が、ねいいね、あるかもしれないですね、はいえー、続きましてギノアンシティさんからいただきましたムフフ女性のスカートのスリット、えー、後ろが縦の切れ目の,の部分が結構上まで切れていて白い太ももの裏部分まで見えているシーンにムフフああはい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 。 なるほどね後ろの足ね切れてるのありますね後ろ側がそうなんだよなこの足って裏側が綺麗よね、うん、確かにありますねなんかはいはいはい、はい、確かに確かになんか確か足の裏膝の裏かの。うん

セットでなんかちょっと丸く膨らんでるさはいはいはい膝の裏ってそうですよね面白いよねなんでこんな形になってるか知らんけど確かにあれがなんかやっぱいいんですよね確かにいいっすねああいうのもはい、えー、であまだありますね、えー、続きましてじゃあバッチクワイさんからいただきましたムフフ都会の女性が可愛くて服装も格好も良くてムフフ。 おういやこれ内容でかからんな確かにそうですね、えー「先日日曜日に妻と姪っ子が博多天神の都会にショッピングに行くということで、はいえー、俺もついていきました天神に着いたと同時に人が多く都会はきらびやかで輝いていました、えー、女性の冬の装いがブーツに長めのコートで、うん、首周りはマフラーを巻いて歩いている姿にかっこいいなあ」と。 無夫婦となりさすが福岡で博多美人だらけだったのでムフフ状態でニヤニヤして歩いていたので橋からは俺,の変態あ俺は変態に見えていたはず兄貴も刑事あじさんもあげなーから出てたまには都会に行かないとおだめですよ <laughs> ということでなるほどもうシンプルにたまに綺麗な格好をしてる人見るとムフフするはい、はい、ということですね博多はですね僕何度か行ってるんですけど、はい、いや本当に美人多いです。 やっぱ多多いいんすすすねねねよよく聞きますよ、ね、本当に俺1回しか行ったことないんですけどライブでもうほとんど見てないんでそういうところ行かなかったんでんやっぱ多いんですねで夏は露出が多いからまあまあ無譜譜な、ね、シーンが多いかもしれないですけど,ど冬は、ね、露出少ないんであれなんですけどっす、ね、やっぱ冬はブーツさっき言ってみたけど絶対領域、はい、あとねニットニット。あニット とね、ああニットはあれですねニットのスカートまで一緒になってるやつえワンピースみたいになってるやつニットの,そんなのあり、まあ,あ分かったあははあります、ね、あ<れ>ないというああ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 あディライン丸見えみあいなあああああああ 大スターがしか着れないみたいなやつじゃないですか、ね?。あれ、あれはもう、あれ。なかなかハードル高いです。あれは。ですよね。あれハードル高いです。確かに、あれもセクシーだな。いいっすね、あれも確かに。なんか。 そのニットのワンピースのこのスカートの方の裾を下まで思いっきりうんって引っ張って引っ張って話してみたいな伸びますよ、ね、どこまでクンタかのかっていうのをすっごい伸びますよねあれね <laughs> 確かに着てるかっこいいなあれあ<ー>襟も結構大きいですよねああいうのなんか僕のイメージで開いてたりしますね,すねこの V に開いてたりねああああああいいですね都会行くとやっぱそうなるんかはいありがとうございます、はい、えー、続きまして えー、トノさんからいただきました「はい、ムフフ」えこれなんだトレーナーに素足にムフフ多分トレーナートレーナーですかねトレーナーに素足にムフフ,フあ、はあ、素足あなるほど朝方彼女が突然、えー、あ彼氏が突然 彼女に会いに来た様子で家から出てきた彼女の姿がルームウェアの大きなトレーナーに素足きっと何か履いているに違いないが見えないあんな笑顔で走り寄ったのを見た時はドキッとしたということであ、はいはい、過去30歳前前ぐらいかなということでありますね。かねはい,ねいやから まあちょっっとやっぱりセクシーなんでですすよねね、はいうん、そうですねどっか12個というか無防備なそうそうそう多いですからね例えば上トレーナーだけど下短パンとか、はい、はい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 ほんであのあ、ね、分かる家でしかかけない眼鏡あなるほどお前はこれ中学校から使ってるだろうみたいな眼鏡を家でしかかけないやつやは,は,は,はい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 あれいいんだよねなるほどねいっぱいありますねシチュエーションというかそうなると。 確かにちょっと外では見れない会社でも家でしかやらないやつだそういう意味で言うと別にノーメイクでもああそうそうそうむしろノーメイクですね<か>、うん、むしろノーメイクの方がいいそういうなると確かにムフフするかもしれないですね頭になんかこう今風呂入って乾かしてあっあのー、うちの今ディレクターやってる南もよくやるんですけどなんていうのはね 下から上に結びますよみたいなはいはいタオル風呂上がりにある下から上に結んでますよみたいな感じのやつはぁ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 あれいいねちょっとあの幻滅させていいですかな,なに僕あのお客さんから最近そういえば誕生日目とってもらったものがあってはい、はい、開けたらなんかこれと思って、うん、タオルかなと思ってちょっとふわふわしてて、うん、説明書見たら ななんか頭にやるやつらしくてシュシュ的なでっかいやつもタオルなんですけどうん、うん、まさになんか後ろからこうやるようなのがあって、うん、<laughs> 説明書見たらこうやってくださいみたいなあ髪の長い女の人がやるやつを俺のもじゃもじゃの頭でやってくださいって <laughs> 一回やったんですよ。 面白いやつだと思って <laughs> 一応乾くないと思って面白いんで俺にこれをあげたんだろうと思って <laughs> っ申し訳ない本当と幻滅させましたけどまあまあいいっすよあれはやっぱりこのななんていうかなタオルをこう後ろから額の上で巻いてもうねちょっと後ろに下げるみたいなはいはいはいそうですねおでこあれが一番いいんですよなんかね確かにやりますね <あー S 2> そういうのがね間違ってもあのななんていうかなペンキ屋がやるみたいな。<laughs> 頭全部倒で隠して後ろ首っていうところにキュッて入れるやつあれ <laughs> <laughs> いやエイサーやる人かやみたいなちょっと黄色い鉛筆をさしたそう,そうそうあんな職人みたいなやり方をやられる <laughs> あれで結び方っていうかやり方で全然セックシーてた違,違うの全然違う後ろから前に巻いた方がいい前で首ったがいい <laughs> そうかそうかう <ん S 2> 前のねあや危ない危ない確かにそうですねはい,はいえということで無フフは以上になりますねえ来週は やってはいいけなな選手権のコーナーナになります、うんえー、お題は怖い話をするときにやってはいけないことでボケてください,い怖い話をするときにやってはいけないこと実はさこの間さって話し始めた時にとかねまあべたになんか話おるんじゃないですけど、まあ、くしゃみやってもらったら困るとかねオチとかでクシャんとかやってしまったら「いや、うんえー、んでここでやるか」みたいなとか、まあ、まあそれで言ったらまあげっぷげっぷだな。<laughs> もう決める聞く気なかっただろみたいな最初からみたいなゲップしながら死に片足でこうビール飲みながらとか全然怖がってないしあと小銭ジャラジャラもやくない怖いジャラジャラジャラっていやこのジャラジャラ出せや俺はみたいなポケットのポケットの小銭ジャラジャラジャラっつって一気に現実に戻るっていうか確かにありますね い,やいいやさあということでこういう感じで怖い話を来週ですね怖い話をする時にやってはいけないことでたくさんボケてください待ってますメロディアスラ あなたたがが今一番伝えたいこととをヒーーープケジジャージがメロディーに乗せて叫びます日常に潜むなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないことこの機会にぶっちゃけたいことなど皆さんの心の叫びを代弁します2月の課題曲は「ミスターマリック」のテーマですということでじゃあもう早速いきましょう、はい。えー、タマティロさんの作品セルフレジのところに指濡らすやつ置いて何、はい、だろう コンビニのセルフレジよく利用するんですけど、はい、レジ袋も買ったときにレジ袋が開けないんですよあ,<ー>あそこにも指しめらさ置いてほしいですなるほど。まスーパーにありますけどねそうですねいっぱいありますけどあれ指しめらさってっ <laughs> 死に気になったら。まあまあだな指しめらさ いや流行らしてほしいな。なんて言うんだろう正式ですね。えじゃあ続きましてギノアンシティさんからいただきましたメロディアスな主張。ななんだかね困ったね。どうした？<laughs> え先週末県外の親戚に単刊を送ろうと本部の 元部の泉に行ってきました、えー「店主らしき男性が農作業服で出てきました、うん、私が時期も終盤と聞きましたけどまだ短管いいのありますか?」と挨拶代わりに尋ねると「悪いの,をうあ悪いのを売る人っているの?」と帰ってきました続いて「ここで買って県外に発送したいんですけど」と尋ねると「はっ?」 ここは昔からそうしてるんですけどと、えー、試食用に切られた単管の入ったパッあタッパーを刺してこれ食べてもいいですかと尋ねたら一応いいんだけど人切れねみんな食べるだけ食べて結局買わないからよ特に泣いちゃう。 陳列代理はなかなか形のいい単管が揃っていたのでそこは我慢かなとも思いましたがさすがにもうダメだとなりこの掘ったて小屋店舗を出発しました普段は農家さんで商売人でないし悪気は全くないのは伝わるんですけどこの人をだいぶお客さん逃がしてるはずなと社内ではそれなりに家族で盛り上がりましたということでいや言い,い方よやいちいち一言多い 良 <laughs> くないですよこういう言い方続きましてあ時間か<あ>時間かそういうことですかね、はい、ということでまた来週もですねたくさんのあ今週ですね今週たくさんの参加ありがとうございましたということで来週も待ってます以上メロディアスな視聴のコーナーでした エンディングです。この番組では皆さんの参加待っています。宛先は db 八六四アットマーク rokinara.dot.co.dot.jp です。たくさん参加してください。まああのオープニングのね、もう、はい、やりたい放題のおぼちゃん、はい。はいはいはい。やったことに対して何かしらのこのね面白い罰がないかなってずっと考えてました。罰。ねえ <laughs>、はい、うんか。ずっとトイレが鍵閉まってる。<laughs> バだな。どのトイレも鍵閉まってる。罰ですね。一番きついやつ。<laughs> はい、はい、ということでまた来週ですね。はい、この時間のお相手はケイジャージと、はい、ヒップでした。あでした。バイバイ。